ファミコングランプリ F1 レースは1987年10月30日に任天堂より発売されたファミリーコンピュータディスクシステム用のレースゲーム。ディスクファックスに対応し、この機能を使ったタイムトライアルなどが行われたゲームである。トップビュー式の画面を見ながら F1 カーを操り上位入賞を狙う。上位に入賞すると賞金を獲得でき、 獲得した賞金で性能の違うマシンを売買しながらゲームを進めていく。全部で24種類、最大で5000万ドルのマシンがあり、性能や値段などが各種違う。色によってタイヤの耐久度が違い、耐久度は青き赤の順で右に行くほどタイヤの性能がいい。また緑のマシンはウェットタイヤである。マシンは最大で3台まで持て、 レースを始める前にこの持っているいずれかのマシンから選択してレースを行う。走行中はそれぞれボディタイヤガスのライフがあるが走ることで消耗する。ボディライフは走行中にライバル車やガードレールにぶつかるとライフが減る。タイヤは曲がれば曲がるほどライフが減る。ガスは走り続けることでライフが減るがターボを使用すると減りが速くなる。ボディがなくなると故障。 ガスがなくなると、ガス欠で走れなくなりそのマシンを失う。タイヤは減るに従いグリップが悪くなるがなくなっても、走り続けることは可能である。持っているマシンをすべて失うと、ゲームオーバーである。このゲームの大きな特徴は、マシンの曲がり方である。マシンから一人車視点に捉えて、曲がりたい方向に十字キーを一回押すと、押した方向に22.5度も上がる。 例えば45度曲がりたいときは、曲がる方向の十字キーを2回押すことで45度曲がるようになる。ボタンを押しっぱなしにしたり、押しすぎると大きく曲がってしまうので注意が必要である。また前述のように、トップビュー視点であり、マシンは上下左右に回転するので、曲がるときはそのことも考慮しながら、マシンを操らねばならない。上述のライフを回復させたいときに使用する。 コースホームストレートの左側に設置されている。ちなみにピット中に A ボタンを連打すると普段より若干早く回復させることができる。ありがとうございます。